名誉教皇はカトリック教会の栄誉称号であり、対したローマ教皇の尊王の日本語訳である。日本の政府及び報道においては一部を除き、名誉法王と翻訳されることが一般的である。継承は制限。2013年2月28日に対した265代ローマ教皇ベネディクト16世の称号として用いられる。名誉教皇とは、 第265代ベネディクト16世の退位後の尊称として定められた称号である。そもそも、ローマ教皇とは、カトリック教会における最高指導者であり、天国の鍵を授けられた聖ペトロ以来、歴代教皇はその後継者として、イエス・キリストの代理人と定められ、その地位は事実上の終身制であった。教皇の退位については、教会法第332条。 第2項に規定があるものの、退位した教皇の故障やプロトコルについては何ら、規定がなかった。そのため、教会法第402条第1項によって、教区長を退職した司教に、名誉司教の称号が与えられることにならい、名誉教皇の称号が新設されたのである。なお、名誉教皇、名誉司教というように、日本語訳では、名誉と訳されているが、 各言語表記における語源となっている、ラテン語、エメリタスには、名誉という意味はなく、引退したという語義である。ベネディクト16世の退位後の称号を、名誉教皇とすることは、退位を目前に控えた2013年2月26日、教皇庁広報局長で、イエズス会司祭のフェデリコ・ロンバルデから発表された。退位の後は、教皇の装束である赤い靴や、 伝統的な白いスータン、肩にかける白いケープの使用を止め、指輪も教皇くらいの主な象徴の一つである、漁夫の指輪から、数奇教時代に使用していた、司教の指輪に改めるものの、継承については、従前の、聖、下を用いることとされた。また、住まいについては、ローマの南カステルガンドルフォーの別荘で短い祈りと、生殺の時を過ごした後、 バチカン市内の修道院に移ることとなった。カステル・ガンドルーフォに滞在した後は3月中まで改修中だったバチカン内のマーテル・エクレジエ修道院に移りバチカンから派遣された母国ドイツ出身の秘書と4人の女性職員が身の回りの世話をすることが発表された。退位後については純白の聖職者用の衣服こそ着用するものの教皇時代の職務からは 完全に解放される。ただし、ベネディクト16世はその後の人生について、執筆と研究、祈りに捧げるとの意向を示している。なお、2013年に、ベネディクト16世が生前退位したことは、約600年ぶりのことであり、存命中の教皇が退位したのは1415年、アビニョンに対立教皇ベネディクトス13世が擁立されるなど、 教会大分裂の事態に陥った際、分裂解消を図るべく退位を迫られた第205代教皇グレゴリウス12世以来、自ら進んで退位するのは1294年に、退位した192代教皇ケレスティヌス5世以来のことであった。ローマ教皇調律、ラテラの大学教授フィリップシェノーは、教皇位が長らく終身制であったことは、長期間、 教皇を神聖化してきた結果だと指摘している。それだけにシェノは、ベネディクト16世の大位を勇気ある決断と評価。ベネディクト16世以後の教皇も存命中に、大位することが慣習化する可能性について研究している。過去、自ら進んで大位したケレスティヌス5世は在住、公認となる第193代教皇ボニファティウス8世に、 大尉を打ち明けるなど信頼を見せたものの、ボニファティウス8世は反対派の無本を恐れるあまり、ケレスティヌス5世を、フェレンティーノに近い不毛根城の牢獄に遊兵する、不毛根遊兵という事件も起きている。2013年のベネディクト16世の大尉は、カトリック教会全体に衝撃を与え、全教皇の言動が新教皇の障害になりかねないとの懸念も一部から漏れた。 ベネディクト16世は位当日、数機教団に対して、新教皇への無条件の服従と数敬を誓ったが、その在位中は保守派を徴用し、リベラル派は阻害されてきたという。新教皇の選挙資格を持つ、数機教の過半数の67人が、ベネディクト16世により任命されているだけに、無記名選挙とはいえども、16世の意に反する。 人物は選びにくいという空気があったとされる。教皇庁は退位後も、ベネディクト16世から新教皇への助言はあり得るとするものの、介入はあり得ないと述べている。しかし、次期教皇の選出には一連の事情も絡み、従来教皇の主たる、排出地だった欧州以外の地域からの選出も、囁かれ、存命の名誉教皇がいるという異例のコンクラーベとなった。 3月12日、コンクラーベが行われ、翌13日に5回目の投票で、第266代教皇には、アルゼンチン出身のホルヘ・マリオ・ベルゴリオが選出され、同月19日に即位。初の欧州以外の地域から選出された教皇であり、初の南米出身の教皇が誕生した。一方、退位したベネディクト16世は一時的な力友としていたカステル。 ガンドリフォーの別荘に滞在していたが、同月23日に、フランシスコがベネディクト16世紀の訪問を受け、二人で共に礼拝所に入り、短い祈りを捧げた後、45分ほど会談した。フランシスコからは、私たちは兄弟ですと語りかけたとされるが会談の内容は明らかにされていない。6月には2010年に観光した。 イエス論に関する著書の日本語訳本を名誉教皇、ベネディクト16世、ヨゼフ・ラチンガーの名で刊行している。教会法、ありがとうございます。